はい、どうもこんにちは、マサです。今回なんですけど、ヒカルにドッキリを仕掛けようと思います。どういったドッキリなのかというと、状況ドッキリを仕掛けようと思います。家族がいるんでね、僕は1歳の娘と、まあ、嫁さんがいるんで、いろいろ相談した結果、やっぱり関西から東京に移るのでは環境が変わって生活とかいろいろ考えたら行けへんと、東京俺は無理やっていうことを言ったら、ヒカルはどんな反応をしてどんな言葉を言ってくるのか、それを確かめようかなと思います。ドッキリは本当に僕らもあんまりやってないんでね、どういう反応するのかっていうのは僕も本当に未知なんで、それをね今から確かめに行こうかなと思うんですけど、カメラなんですけど、カメラを持って行ったり隠しカメラっていうのも考えたんですけど、あいつ結構感が鋭いんで、それもバレるんですよね。もう音声のみでいきます。カメラは普通に忍ばしといて、カバンがなんかにどういった反応するのかっていうのを見ようかなと思います。楽しみですね。ではいきます。はい、ヒカルの家の前にやってきました。ここからはもうちょっと音声だけになります。はい、あ、俺や。オークション取るわ。あ、オークション、うん、あ、まあ、取ってへんもんな。店長の風、ほんまえぐいやな。だいぶ治ってたけど、龍角散の力半端だったな。もう取る？いや、もう取ってんじゃん、もうとりあえず取るか。じゃん、もう用意するか。あ、でもやっぱその前にちょっとあれは話したいわ。何を？あれはもう俺ら、あれやん、来月東京みたいに言っとってん、上京するみたいな。ああ、12月東京、12月に上京するみたいに。で、俺は結構その奥さんと話し合ったんで、もうそれ OK 出ると思って。俺もモンタ。え、モンタ何しろ。誰やねんそれ。意味が分からんし、誰、意味が分からんやん。モンタの話し合って無理やって言われたんで、そのなんで、え、なんか子供とかがおるやん、俺1歳の、うん、で環境がめっちゃ変わるし、物騒なとこもあるやん、って、まあ、いうのもあって、いろいろ喋って、俺行かずに他のメンバーだけで行ってもらって、俺はこっちに残ってっていう感じで行こうかなと思ってんけどな。いやいや無理やろそれは。環境の変化って言っても別にまだ言っても1歳やろ、環境とか関係なくない。いや1歳やけど、なんやろ、5歳でもそれがさ、別にさ、学校転校してとかやったらさ、うん、まあ、友達消えるとかって分かるけど、まあ、1歳やったら分からんやろ。いや1歳でもそのやっぱ俺東京行ってみて思ってんけど、まあ、人が多いやん、危ないなと思ってんね、 俺自身その。いやだってほんまに、いや悪いことじゃなくて、ほんまにこれは子供のことを考えたら、あんまりその関西と比べて、関西住んどうけど、俺やっぱりそのなんか居心地がいいというかあるし。奥さんさえ納得すれば OK ってことな、それは。それとも前さんも東京行くのは反対なの？あ、俺自身は、いや、そうそう、俺自身は行った方がいいとは思っとうけど、うん、もうそれは家族のこと考えて、もう子供のことをやっぱ考えとったら、まあ、確かにその言うたら俺も実家とかも行ける、行き来できるわけやん、別に近いわけやから。おばあちゃんとか、そうそう、おばあちゃんとか、そうそうそう、そういうのできるけど、東京行ってもたら会えへんし、もうほぼほぼ、まあ、距離が遠すぎるし、そういうところも含めてどっちがいいんかって考えたら、子供のことだけを考えたらもう関西っていうのがあるから、嫁さん的にもやっぱ不安要素が強いらしいし、東京に関しては行くのが、まあ俺個人の気持ちとしては行きたいけど、家族を優先したら無理かなっていう結論。そういうことか。いやでもまあ俺的には正直もう今更別々でやっていくっていうつもりは俺もほんまにないから、いや考えてみてくれ、ほんま18からだって俺ら2人やってきてさ、全然微妙な、なんていうかな、結果も何もない状態で、で前さんが20の時に大学行っとって辞めさせて読んで、そっから何やかんやん、もう7年8年ぐらい、まあ、ずっと、まあ、まあ俺が21やの時からやから、今俺27、6年やな、ずっとやって撮ったから、言ったら2人で、まあ、そっからまあ名人とか加わったりもして、いろんな他の授業も加わったりしたけど、ここで分裂っていうのはちょっと俺はちゃうと思うけどな、正直。その、いやまあ俺も違うとは思う。いやいや、そのほんまにその、なんだろう、やっぱり距離が離れたらそれだけやっぱもううまくいかんと思うけどな、俺は。いやそれはもちろん前さん抜きで言っても、それは他の授業に全員がおったりとかしたらカバーし合えるのもあるし、今日おってもできることもあるけど、まあ結局でも俺はもうせっかくここまで来たし、もうすごい、なんやろ、まあチャンスというか、なんていうのかな、いい形でまあ東京に進出できる、こんな言ったら俺ら田舎みたいなところがスタートして、こんな大きいことをできるチャンスが来たのに、そこをまあ別々に分かれてやるっていうのはほんまに考えづらいけど俺としては。だからまあ
なんやろ、まあ、結局はそのお前さんの奥さんが納得できんっていうのが一番のポイントやろうから、まあ俺らも関西残って前さんの奥さんが納得するまで説得するなりして、ああ、まあ行くのが一番課題かなと思うけどな。いやまあそれは全然あるんやけど、まあその光のことを考えたらやっぱりあれやん、早く東京に行ってもっと大成するべきだと俺は思うわけよ。これだけの才能を持ったわけだから、ここの関西に、まあ、おっても成功するんやろうけど、もっと東京に行った方がでかいことをやれるんじゃないかっていうのはやっぱ俺自身も思っとったし、それは多分周りも多分みんな思っとうから。いやでもまあこれはでも結局のところ全員で掴み取ってこその初めてのその何だろう達成感というか、だから 今誰かがかけたところでやっぱ今名人かけられても俺は困るし、いやそれは話してみて、もう俺は正直その上京する人間全員の人生を抱える覚悟があるから、全員が安心できるぐらいまでの保証はできると思うし、そこちゃんと話せば、まあ、多分理解してもらえると思うんだ。俺は今から見る景色を全員と見たいわけよ。それは一人で成功っていうのはもう、まあ、昔から思ってたけど、俺が勝手にさ一人で何でもやっていったらさ、うん、もっと多分スピードは速かったやろうし、うまくいっとったやろうし、お金だけのこと見ればそれはそうだろうけど、でもやっぱそれやったら面白くないから、今せっかくこのメンバーでやってきて、まあ龍馬抜けてなんやろ、まああれだったけど、もうこれから先は抜けるのは困るというか、ましてや前さんが抜けるっていうのはここでだいぶちゃうと思うけど、俺ほんまに抜けるやったらこの関西残ってやれることいっぱいあるわけだから、まあちょっと1年ぐらい遅れてもいいわけよ別に曲の、まあ、1年間関西でもう一回やって、まあ、前さんの奥さんが準備できてからというか、まあ急やったからすごい、あ、まあ、まあ急になんか、まあ、考える理由もなく上京するっていうふうに俺が言ったから、まあ、まあ基本的には全員 OK やったけど、お前さんの奥さんに対しての確認も取ってなかったから俺も、うん、まあ、俺もいけるとは思っとったからな、もうその時点で。いやまあ俺話したいけど、とりあえず前さんの奥さん俺あんま正直話してないから、まあそうやな、全然話してへんな、好きちゃうから前さんの奥さん意味同級生やけど全然話合わへんから、話合わへんけどしたことないけどな、見たことない、あいつと合わんな、うん、あいつ言うな、ね、いやでも話せば、まあまあ、いや分かるはずなんて俺が思うに、まあでも行くならとりあえず全員でっていうのを俺はもう一個持っておきたいから、そこでまあ誰かかけてとか、誰やったらそいつがかけへんようにとりあえずできる限り、まあ、していきたくはあるけどな、うん、とりあえず前その奥さんとほんまに一回ちょっと話させてほしいな、ほんまできれば今、いや別に今じゃなくてもいいけど、いつでもいいけど、でもまあ適当になんかそれか前さんの方から話してもらって、なんか、いや、まあ、俺から話しても結構無理やったから、何回も俺も説得したけど、やっぱりそうでしょ、どげしようって、いや、どげだとか問題じゃない、いやいや一回話してやん、どげしよう、一回ほんまに一回頼み込まれ、ほんまに、うん、お前の7年間こんなこと終わってええんかっていうかな、こていや、分からんやん、俺らにしか分からんやん、はっきり言わしまで一緒にやってきた時の7年間は俺らにしか分からへんが、そのあれを多分分かってへんから、その状況に対して反対というか、どこまでこっちが大きい覚悟でこれまでやってきたか、葛藤を続けてきたかっていうのを一回伝えてほしいけど、ほんまそれとりあえずそれ伝えて無理やったらめっちゃ上がんな、ほんまにきついけどな、はっきり言っても、いや今からちょっと電話するわ、大事な話やからかけろ、ちょっと喋ったのほんまないからな、まあおるやろさすがに、のっきりでした。いやまあ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 これで分かったと思います。ドッキリでした。実はもう別にそんなことなく、もういけるっていうことはもう確定してました。東京に僕が家族と一緒にね。でもこの動画見たら前さんの奥さん辛いよな。